キングダムハーツバースバイスリープベントゥス編実況プレイのパート3やっていきたいと思います。前回こちらのドワーフウッドランドを攻略いたしました。引き続き、次のワールドを攻略していきたいと思います。攻略レベル的には、キャッスルオブドリームに行くのがいいのかな、バトルレベル2ということで早速ここをやっていきましょう。どうしたのジャック、そんなに慌てて。恥ずかしい。新顔だよ、見たこともないやつさ。よそから来たに違いないよ。新しいお友達、どこにいるの？下の部屋で捕まってるんだ。それは大変。どうなってるんだ。ガスポジション。なんで小さくなってるんだよ。ガスなの本当に？もう大丈夫よ。あら、あなたネズミにしては変わった格好ね。見りゃわかるだろ。ネズミ？ジャック、あなたが相談に乗ってあげて。おい相棒よ、安心していいぞ、君の味方さ。シンデレラもだ、優しくていい人たち。こんな檻早く出ようぜ。俺はジャック。俺はベンテス。ベンって呼んでくれ。よろしくな、ベン。困ったことがあったら何でも言ってくれ。シンデレラ。さあ、私はお仕事。じゃあね、ジャック、ベン。シンデレラ、忙しそうだね。忙しいなんてもんじゃないよ。朝から晩までトレメイン夫人に言いつけられて働きづくめさ。でも全然辛そうに見えなかった。そこがシンデレラのいいところさ。夢はいつか叶うと信じて頑張っているんだ。夢を信じる心。俺の夢はキーブレードマスターになることだ。そうだ、俺人探しをしてるんだ。テラって言うんだけど、知らないか？聞いたことないな。テラ、ここには来てないのか。そんなことより、俺たちの住処に案内するよ。ついてきて。おい、早速やってまいりましょうか。なんかつい最近ね、ちょっと子供と一緒にシンデレラ、見たばっかりなんでね。なんかいいな、この世界を冒険できるなって。上ありそうだな。ハイジャンプとかが必要か。あれは王様のお城さ。今夜この国のすべての娘を呼んで舞踏会が開かれるんだ。シンデレラも行くの？それが。ジャック、ベンとはお友達になれた？
そう、よかったわね。なんだか楽しそうだね、シンデレラ。ええ、今夜お城の舞踏会に出るの。ああ、信じていれば夢は叶うのね。シンデレラ。また何か用だわ。シンデレラ、シンデレラ。はい、聞こえてるわ。今行きます。かわいそうなシンデレラ、きっと舞踏会には行けないよ。どうして？トレメイン夫人がドレスを用意しないと連れて行かないって言ってるんだ。それでわざと用事を言いつけてドレスが仕上がらないように邪魔してるんだよ。そうか、ベンが手伝ってくれればできそうだ。何が？ドレスだよ。シンデレラが舞踏会に着ていく。俺たちで作ろう。でも材料はどうするんだ？他にも仲間たちいないと厳しくない。二人でやるの？うん、わかった。だったら俺が材料集めをやるから、ジャックは仕立てを頼むよ。了解だよ、ベン。ベン、ルシファーには気をつけるんだぞ。出た、ルシファー。凶暴な猫だよ。忍び足で近づいて襲いかかるんだ。まさかボスルシファーか？いや、じゃあ白いレースと白いボタンと白いリボン、ピンクの布とピンクの糸を探してきてよ。了解。待って、回復できるし、ショップもあるね。あー、やっと手に入ったけある。ありがたい、いただきます。高額で手に入ったやつとか売ってしまいたいね。リベンジレイドとかってなんか使い道あんのかな、あのコマンド。なければ別にいいんだけど、まあいっか。じゃあまあ、複数持ってないとあれか、作れなくなるのか。うん、ミニマムはいいかな。一旦売ってしまっても。ドッジロールとかもちょっと複数所持しといて、後でなんか作りたいから。で、あとはケアルをちょっと大量に買ってきます。間違えたとなれば、これつけなくていいから、特技がないな。まあいいか、とりあえず。わ、何にもねえや。あるじゃないか。よし、ナビマップゲット。よし、花火ステッカー。ん、あれはどう取ろう。登れないぞ。お、よし、そういうことか。よし、マジックレシピ。他にも何かあるかな。ある。お、スタンブレード。バランス取って
よし、じゃあ早速探索していきましょうか。あ、この中あるな。とはいえいけない。見て、このやろう。それ。とどめだ。や、は、せ、それ。よし。この上なんかありそうだけどな。あ、あるじゃない。時の結晶。おおお、やっぱりな。ああ楽じゃん。ある意味これでレベル上げとか稼ぎになるんじゃない。ここでバルーンレター、あの上もあるのか。すげえ楽なんだけどこれ。いいぞ。待てた待てた待てたか。もらった。見て、受けなかった。ピンクのナゲット。宝箱見っけ。ブリザードゲット。現段階でコマンドチャージなんかできるかな。ないか。上があるんだな。あそこにひび割れがあるから、あそこはまた違う方法で入るんだね。白いレースをゲット。ん、届かないぞここ。待てよ、それ大丈夫か。大丈夫だ、OK。ここにもなんかあるな。白いリボンゲット。登れそうにないな。となると、
あれそこだなって言ったっけ、言ってないな。あ、違うところに出た。ポーションゲット。あ、なるほど、こういうことか。なるほど、これはなかなか面白い仕掛けだ。やべ、危ねえ、危ねえ。ん？マッチ？これはまさか。燃えろ！あ、違うか。あ、ステッカーあるじゃん。あれ取りてえな。あ、そういうこと。やっはっ、それ。やっはっ、た。やっ、とどめだ。燃えろ。なんかするわけではない。多分あの落としたチーズも何か意味があるんだろうね。あ、なんか足場っぽくなってる。おっ、違う違う。これ燃えろ、もらった。せやはた、せたた、や風よ。くそ、せそれ、とどめだ。せ燃えろ、せはた、せた。あれ取るっていうと上から降ってきた方がいいのかな。シナリオに影響するからね、取っとかないと。こっからいけるかな。いけない。エアスライドか何かが必要か。で、ここに出てきたはいいもののボタン、あと一つ。なんかあったか、あと。ん？あの上に何かあるのかな？何か違う入り方をしなければならないのか。
どうやって行く気だ。じゃあ一旦ここで一区切りにさせていただきます。また次回引き続きね、その、シンデレラのドレスの素材、多分あと1個どっかにあるはずなんですけど、多分あの棚の上かな。そこに行く方法をこれから探していきたいと思います。はい。というわけで、キングダムハーツバースバイスリープウェンツ編実況プレイのパート3、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。